こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も日報出版社の前後牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は松に古今の色なしです。松は常に緑を維持しています。どんなに歳月を経ても決して色が変わることはないという意味です。それでは今から松に古今の色なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。